1層に続いて、天道編ノーマルの2層にやってきました。2層はボスというより、周囲の状況を、よく見る必要があります。暗黒にしたのに、またエスケやってるのね。いやだって、ずっと盾にしてるから、うん。さて、今床のスイッチが光っていますね。これがフィールド上に3つ存在します。開始地点から見て、奥からクリスタル、鉄球、トゲのマークが描かれています。あとあと重要になるので、頭に入れておいてください。今マーカーがついた人が、ボスと線で結ばれました。対象に対しボスが直線攻撃を、してくるので、対象者はボスから離れ、他は斜線上から退避しましょう。ボスの罠起動映像が、始まったらいよいよ本番。まずはボスがいずれかのスイッチを、踏みます。今回はクリスタルを踏みました。奥に見える射出機と手前にある射出機から攻撃が、来るので、アンチは中央になります。次は鉄球を踏みました。鉄球は各スイッチのあたりに、鉄球が落ちてくるので、外側がアンチです。お次は時間内に、ローラーで押し潰そうとする敵兵器を、破壊します。要は DPS チェックって、ことね。割とダメージを受ける場面も、多いから、ヒーラーはヒールをおろそかにしちゃダメよ。ローラープレスは、距離依存ダメージプラスノックバック攻撃よ。栄翔完了間近になったら、ボスから離れましょう。なるほど。ローラーが端っこに到達するまでに、倒すのね。そういうこと。端っこまで行ったら多分全滅なんじゃないかしら。さて、後半は基本的に同じなのだけど、いくつかギミックが追加されるわ。ゴブリューゴブリンラッシュは、MT に対し連続攻撃を、してくるの。単純なダメージ技だけど、しっかりバフを使いましょう。あれ?スイッチが起動してる。一番面倒なパターンになったわね。今機構がスイッチを踏んでしまったみたいなのだけど、同時にボスが単発充填ってのしてるでしょ?そうみたいね。というより、プレイヤーが踏んでも反応するのね。単発充填には、二つのパターンがあって、この模様がぐるぐるしてるのは、ボスの足元がアンチなのよ。そして鉄球が起動してるって、ことは。何?この後食らったけど仕方ないんですって、言い訳?ぐぬぬ、まあ見てなさい。疑惑の判定。というよりは、思ったより鉄球の範囲って、狭いのね。落ち着いて対処しましょうってことね。ちなみにこれが、単発充填のもう一つの、パターン。ボスを中心に円形の、攻撃をしてくるわ。これは範囲広いようで、そうでもないから落ち着いて避けましょう。あとはもう今までのパターンの、繰り返しになるわ。
視聴、ありがとうございました。